こいつふん、こは、新末の官僚。字は、ゲーマグサ、またはクモマユ、暗記小子州出身。同治十三年に新士となり、初期詩に選ばれた。その後、三冠名を受験して、厚生令ー県の知見に任じられたが、不任することなく、遠慮によって、天津道の動員となり、当時直霊総督として、天津の地方政治を統括していた、理工省の幕下に入って、 食料補給を担当した。高所17年に厚生アぜチとなったが、高所20年に日清戦争が勃発すると、子は呼び戻されて、新軍の兵站担当を命じられた。しかし、翌20年に新朝の敗北という結果で戦争は終結。李光省は下関条約締結のため日本に渡り、壊滅した新軍が続々と山海管内に帰投してくる。 そこで、子は、朝廷の許可を得て、短期で乗り込んで廃兵に給与を与えた上で、解散させた。とはいえ利工賞の Y 軍を頼みにしていた朝廷は、新たに新兵を募集して、同年11月 20A からなる新軍を組織し、貞武軍と名付けて、子に訓練を命じた。この訓練は、天津市の東南、津南区翔丹で行われたため、翔丹連兵とも言われる。また子は、 変法事業の必要性を解いて、下記の銃過剰からなる近代化策を上層した。また、上記の他に、部下挙の停止、八期兵の訓練、緑行の装備、制度の西洋式への転換も述べている。これらの案は、すべて順次採用されたが、協議の結果天津と北京の露光橋を結ぶ、鶴鉄道を建設することになり、子は、この工事の責任者を命じられた。さらに、 順天夫婦院に任せられて六甲橋から門東溝まで石炭を運んだ。高所23年、館内外の鉄道建設の責任者に任命。高所25年には、総理各国事務賀問大臣に就任した。翌26年、義和団が北京に入ると西洋人と通じているとして、命を狙われたが、危うく、難を逃れた。 その後、行部三木次郎となり、高所32年に、霊部次郎、雄殿部次郎を歴任したが、同年病没する。佐田軍の指揮は、遠征外に渡り、新軍として再編成され、後の北洋軍閥へと発展していった。ありがとうございます。